このチャンネルを作って1年と少しですが、非常に激レア会ですね。あの立憲民主党の小西博之さんを応援する時が来るとは。皆さん、こんにちは、ハんヤです。本日は2021年4月の16日ですね。 で、先にこの動画の結論を申し上げると、小西博之議員、あなたの言葉に嘘偽りがないなら、立憲民主党の川内博士議員、原口議員などを追求して追い出すんだ。あなたのいいところは正しいかどうかは別にして、論理的なところなんだから、ということになります。この動画では、福島第一原発処理水問題についての、立憲民主党の党としての態度について考えてみたいと思いますので、最後までお見逃しなく。では、今回の目次はこちらです。 では、まずは記事からご紹介いたしましょう。こちらは、朝日新聞デジタル4月10日の記事ですね。見出しは、処理水放出、福島県民を馬鹿にしている、立憲、枝野氏ですね。以下、引用です。立憲民主党、枝野幸男代表発言録。東京電力福島第一原発にたまる処理済み汚染水の処分をめぐり、 政府の海洋放出方針について政府は福島県民、漁民、漁師の皆さんを馬鹿にしているのかという怒りでいっぱいだ。昨年報道が流れてから現地の皆さんがいろんな声を上げて少なくとも丁寧な説明をしろと。本当に安全なのかという説明。本当にもう持たないのかという説明。風評被害が生じないのかという説明。ほとんどなされていない。福島県民の声を無視して結論ありきで走っている。 ことの是非、本質自体が言い悪いではなくて、福島の原発事故による被災者の皆さんを政府が馬鹿にするような措置であって許されるものではない。以上ですね。で、実はこのような話は今に始まったことではありません。こちらは産経新聞2019年9月29日の記事ですね。見出しは、枝野代表、安心ほど遠い福島の処理水放出ですね。 なんか既視感デジャビューが以下、一部引用です。立憲民主党の枝野幸男代,代表は29日、東京電力福島第一原発の増え続ける処理水の処分に関し、安全だからいいということにはならない。安心という点では放出が許されるような状況に程遠いと述べ、現段階では海洋放出すべきではないとの認識を示した。さいたま市の会合で3か所の質問に答えた。 また、被災者や水産業者、消費者の安心がなければ放出してはいけないとも強調した以上ですね。で、まあ、これらを見ていただければわかりますが、立憲民主党の枝野代表は少なくとも2019年の9月から現在、2021年4月まで同じようなことを言い続けてるんですね。まあ、確かに政府側の広報活動がうまくいってないこともあります。 また、例えば、2019年9月に原田義明環境大臣が処理水について海洋放出すべきだという話を大臣退任記者会見で発言したが、公認の小泉慎次郎環境大臣にそれが引き継がれず、まあ海洋放出についてグダグダしてしまったことも事実なんですよね。それらのこともあるのでしょうか。やはり政府が処理水の海洋放出について問題がないというメッセージを 国内外に届けることがうまくいってないというのはそれなりに説得力があることですよね。しかし、先ほども言いましたように枝野氏は2019年には安全だからいいということにはならない。安心という点では放出が許されるような状況にほど遠いと述べていて、また2021年には政府は何ら説明をしていないという話をしています。 では、野党第一党である立憲民主党はどうかというと、もういいですよね。このチャンネルでは最近詳しく説明しましたが、立憲民主党の原口和弘副代表は、福島県から人体に影響かる放射性物質を含む水が垂れ流されてきたというメッセージを引用という形をとって英文で世界中に発信しています。 この動画ですね。まだ見てない方は、ぜひこちらからか、概要欄に書いてある、おすすめ過去動画から見てください。原口さんのとんでもない発言を詳細に説明していますから、多分、あの動画を見て、次の選挙で、原口さんに投票するって判断をする人が、まずいないと、確信を持っておすすめできる動画ですので。 また、川内博士議員は、トリチウム以外の各種が基準の数万倍含まれている水を放出するんだと主張していますが、これの根拠は全く不明です。動画でも触れたことがありますが、現在、タンク内にある水を再度処理して、トリチウムも各種も国際基準を大きく下回る状態にしてから放出することは決まっており、IAEA、e、などのチェックも張り予定です。 一体川内議員の言う基準の数万倍の各種というのは何なのか意味不明です。根拠を明らかにするべきですね。で、要するにこのように立憲議員が根拠なく、また事実を無視した情報発信などをしているので、ますます福島の風評被害が増えていることは想像に難くありません。そんな中、小西博之議員がこのようなツイートをしていますね。まあこれはもともと TBS ニュースがこのような報道をしたんですね。まあすなわち4月16日に 処理水の海洋放出についての風評被害対策を検討する関係閣僚会議が始まったということを伝える報道を TBS が流したんですね。まあ、それに対して小西博之議員が4月16日午後1時5分にこのようなツイートをします。以下引用です。風評被害が生じ得ない対策を構想し実行するのが政府の役割であって今から風評被害対策を議論するなど本末転倒にも程がある。 日本列島から遠く離れた海洋で処分すればいいだけではないか法令上も技術上も予算上も対処可能だ。なぜしないのか以上ですね。で、実はこれとほぼ同じ案は日本維新の会の 松沢茂文参議院議員が予算委員会で発言してるんですね。まあ、松沢議員はタンカーで処理水を運んで、南鳥島に輸送した上で、そこで放出すればいいって発言しています。まあ、確かその際に梶原大臣は否定的な反応を示していましたが。で、小西博樹議員もどこでという話をしていませんが、ほぼ同じようなことを言ってるんですね。 まあ正直言って今回の風評被害対策の会議については政府が今まで考えてこなかったわけではなくて今回の集まりとしては初会議ということでしょうから小西議員の今から風評被害対策を議論するなど本末転倒という発言は多分ただの勘違いに基づく誹謗中傷だと思いますがまあその後の日本列島から遠く離れた海洋で処分すればいいだけではないかという発言は これはどう考えても処理水が安全であることを前提とした発言ですよね。今まで立憲議員はそこの安全性についてどう考えているのかちゃんと言わないことが多かったんですよね。私の知る限り福山哲郎幹事長なども風評被害の問題を超えることはあってもそもそも処理水が安全と思っているかどうかについては多分避けているのかなという感じでちゃんと発言してこなかった。 で、今回の小西さんも明確には発言していませんが、日本列島から遠く離れた海洋で処分すればいいだけと言い切ってます。今回の小西さんは、まさかこれで処理水が危険であるということを前提にしているわけがないですよね。まあ、それこそ原口さんが引用した根拠不明なサイトでは、日本から処理水が流されると海洋環境に影響があると書いてましたが、 小西さんが処理水を危険なものと考えているなら、まさに海洋環境に影響を与えることになるわけですから、それをまさか小西さんがいいと思っているわけがないですよね。風評被害を避けられるけども、世界に迷惑をかけることを進言しているとは思えない。今回、小西さんは政府批判をするついでにある種、立憲民主党の中で珍しく処理水の安全性について一定の保障を与えたわけなんですよ。 ですから、小西さんはいつもの論理的な思考力で何者にも負けない突破力で原口川内発言をぶっ潰して福島の風評被害が少しでもなくなるように立憲民主党として処理水の安全性を世に広げてほしいわけですよ。そういえば小西さんの先ほどのツイートに私はこのような返信をしています。おっしゃる通りなら小西さんは処理水に安全上の問題がないと理解されていると思います。 ところで、立憲の河内議員は根拠不明ですが、トリチウム以外の各種が基準の数万倍含まれているものを放出すると言っています。原口議員は10年以上にわたり、福島から人体に影響を与える汚染水が流されてきたとするコメントを英語で拡散しています。これについて、立憲はどう考えているのか、小西さんがどう考えるのか、意見を主張しないと、小西は本気じゃないと思われると思うんですが、 私はこのように書いてみました。コニーさんがどんな返答をしてくれるのか楽しみに待ってるんですが、処理水の安全性を国内外に発信してくれるコニーさんの姿を楽しみにしていいのでしょうか皆さんはどう思われたでしょうかぜひともね、ご意見をお聞かせください。では、チャンネル登録、高評価もお願いします。チェックしてくださいね。では、バイバイ。